送りいたしました。4月20日に発売になった新曲カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。続いて走れ今週の歌、カップリングを変えた特別版が昨日発売になったばかりです。工藤彩乃さんでふるさとさん会いたいよ。ふるさとさん、ふるさとさん、綾乃さんでふるさとさん会いたいよお届けしました。スタジオのゲストは工藤綾乃さんです。こんばんは。こんばんは。山形県山形市出身、山形のひだまり娘、工藤綾乃です。よろしくお願いいたします。すごい意外だったんですが、はい、カヨウェブ初めてなんですって。そうなんです、初めましてなんです。今原田アナウンサーと、はい、本間門の何曜日でした、レギュラーは水曜日を担当させていただいてます。去年の10月から4月から去年の4月はい4月からってことはもう1年そろそろ経ちました。早いな、はい、早いです。いや、あの工藤さんのお出かけキャンペーンっていうのを原田アナウンサーが司会をして、はい、あそこでしました、ここでしましたっていうのは社内に掲示板に貼ってあるんで、はい、いろんなとこ行ってあるんだなと思ってたら、この工藤さんのファンクラブの皆さん宛ての、はい、新聞なのか会報なのかに、はいね、こんなの出してもらいましたっていうのを見たりとか、はい、いろんなとこ見てたんで何回も会ってるみたいに勝手に思ってました。水谷さんとはデビューしてすぐの時に、うん、あの初めましてとご挨拶させていただいて、やっぱりそうだよね、はい、でも仕事は一緒になったことないんだ。お仕事司会をしていただいて、やっぱそう、はい、もうじゃあやっぱ初めてじゃないんだな、はい、ラジオに来させていただいたのは初めてです。そうですか、はい、本当に色白いですね。いやいやいや、そんなことないですよ、かなり焼けたんですよ。だってもう、はい、今からあの5月にかけて一番紫外線の強い時期になりますからねでも、はい、焼けてそれなの。いや、真っ黒な時がありました。嘘。はい、私中学校がバドミントンで高校がハンドボールをしてたんですけど、はい、中の競技なんですけど、はい、外にしかゴールが買えなくて、はいはい、みんな外で練習してたら真っ黒になっちゃって。でも元戻るんでしょ。そっから、いやでも完全に白くは戻らないですね。化粧してから今は。いやだって手、あ、手ですか。真っ白じゃない。真っ白ですよ。ね、うまそうな手だなって言われるんですけども。なんだって。うまそうな手だな。うまそうな手。はい、どういうこと。右はアンパンで左はクリームパンって言われてしまいました。それ原田奈さんが言うの。いやいや、うちの母ちゃんが言ってます。母ちゃんが言うの。うちのマネージャーさんも言うんですよ。マネージャーさんも言うの。はい、どっこいどっこいかなと思うんですけど。面白いな。あの、ひだまり娘って言うんですけど、はい、お生まれは何月なんですか。5月です。あ、じゃあやっぱりひだまりか。もう5月の7日で22歳になります。もうすぐですね。はい、大阪に毎週お越しになるようになってから、はい、大阪の感じってのは変わりましたか。変わりましたね。あの、もっとあの他の県の人は受け入れられないのかなとかと思ってたんですけども、すごくスッと受け入れてくださって、逆にあの山形が面白くて仕方ないみたいで、ほう、もう興味津々で来てくださいます。皆さんキャンペーンとかさ、あ、山形の情報があんまりないからか。はい、そうです。言われてみると、私らもさくらんぼ、はい、大泉逸郎さん、はい北見京子さん、北見京子さん、はい、それとあの、え、岸陽子さん、はん、あ、岸陽子さんもそうだよね、はい、山形県のあれ酒田かどっかじゃなかった。そうですね、あのもうちょっと北の方、そうだよね、岸陽子さん、そうそう、南か、知らないでしょ。希望という歌を題になって、早くに膠原病でね、お亡くなりになったんですけど。うん、岸陽子さんだよね、はい、岸千恵子さんじゃないよね。岸陽子さんです。岸陽子さんだよね、はい、そうそう、シャンソンなんかを歌いな。結構山形にもいろんなあの有名なお米とか、うん、芋にも有名なんですけども。芋に美味しいな、はい、ぜひ今度水谷さんも。本当にね、あの河原でするんでしょあれ。はい、知ってる、芋に。河原でするんですか。まあこっちでバーベキューみたいなもんです。はい、そうです、そうです。
山形ではそれが芋煮会なんです。あ、そうなんです。みんなで集まってね。わー、楽しそう。で、肉はね、関西の人も合うとも牛肉なんですよ、はい、豚じゃなくて。なるほど、うん、美味しそう。牛肉と牛肉と里芋、小芋と里芋と里芋、ね、ネギ、ネギ、あと何入れんだっけな、キノコも入れてもいいですし、うん、で醤油味です。醤油です。あ、そうですね、関西に。一回鶴見緑地の方で芋煮会、はい、させていただいて、うちの母ちゃんも山形から出てきて、あ、すごいすごいすごい、はい、へえ、工藤家の味を皆さんに、あ、はい、リスナーの皆さんに味わっていただきまして。いいな、原田さん。いやいや、もうぜひいらしてください、また教えてください、はい、ということで、今日はふるさとさん会いたいよという歌のお話に起こし、はいはい、芋煮の話にもなったんじゃないんだけど、はい、でも文字通りそういうふるさとさんに会いたいという都会に出てきた女の子の歌。そうですね、もう私も上京して4年目に入るんですけども、うん、やっぱり久々に山形とかさ仕事で帰ると父ちゃん母ちゃんが痩せてたりするんですね。どうしてよ、もう私のためにもう休む暇もなく一生懸命働いてくれてんだなっていうのをこう目に見て感じて、うん、まあ、よりこの歌をレコーディングするときにグッと力が入りまして。すいません、はい、お父さんお母さんが、はい、工藤彩乃さんのために一生懸命働いて痩せてるんだなっていうのは、お父さんお母さんは自分たちの食べるものを君に送ってんの？違うんでしょ？食べ物というよりもやっぱり何するにも、うん、まあ、お金形として、うん、送ってくれてます。はい、そんなことわかるんだ君は。偉いな。いや、母ちゃんが言うんですもん、だって。おめえのために頑張って汗水垂らして働いてたから、おめえ夢になれって。はい、お母さん大好き。面白い。もう私も同じこと言いたいの、うちの息子に。そう、お母さん、いいお母さんだな。いや、もう本当に言わないとわからないからね、本当に子供っていうのは言われないとね。そうなんですよ。母ちゃん、わかったって、うん、もう何でもいいから、もう肉食いでって言ってたんですよ、この間。わ、うんうん、かった、貸しからちょっと待っててけろなって言って。そうか、そうか。さらに頑張らないといけないなと思いました。本当ですね。はい、さあ、ふるさとさん会いたいよ。作詞が高隆先生、作曲が源哲也先生、はい、編曲が南郷達也先生。すっごい先生たちだよ。そうなんです、ね。それぐらいはわかる。もちろんわかります。もうデビューの時からお世話になっております。レコーディングの時に何かおっしゃいましたか、先生。源先生は何か言うの？源先生はですね、常日頃レッスンも事務所に伺うとしてくださるんですけども、やっぱり私のまだ歌の引き出しが少なくて、一回一回間違って歌ったりすると、ピアノを止めて歌い直してくださって、まあ、ここはもうちょっと、せっかく一番の歌詞なんかはキラキラっていうのが入ってるんだから、入ってる入ってる、もっとキラキラさせないとダメだよ、うん、ものすごく力を込めて言ってくださって、うん、そこも一生懸命練習してますね、今現在も。はいはいはい、はい、最上川と書いて最上と読ませるんですけど、はい、最上の流れはキラキラとって書いてる書いてる、はい、で確か源先生のスカウトだよね、はい、君2010年に東京都北区で行われた、そうだよね、はい、歌謡コンテストというか、なんかそんなんがあって、新人発掘オーディション、はい、そういったらもう先生のこと全部聞かないとダメだもんな。そう、いい先生だしね。いや、本当に優しい先生で、はい、そうですか、はい、では工藤彩乃さんの新曲「ふるさとさん会いたいよ」聴いてください。ゲストの工藤彩乃さんのふるさとさん会いたいよ、可愛い歌を聴かせていただきました。ありがとうございます。で、ラスト最後の行にふるさとさん、ふるさとさん会いたいよっていうところがあるんですけど、はい、ここで彩乃ちゃんコールってあるの？そうなんです。どんな時でやってんの？私がふるさとさんって言ったら、彩乃、あ、彩乃でいいの、はい、ふるさとさん彩乃、彩乃、そんな感じで、水谷さんと森崎さんに、うん、ちょっとやってみよう、やってみよう、いきます、うん、ふるさとさん、あやの、ふるさとさん、あやの、あんだんだんだ、バッチリみたいに皆さんやって、はい、大阪でもだいぶ増えてきた。そうなんですよ、皆さん来たらもう絶対1曲目にまず、1番と3番を歌わせていただくんですけども、うん、初っ端から待ってましたと言わんばかりに、あ、水分補給バッチリで掛け声かけてください。やっぱりラジオの影響って大きいなと思いますか？かなり大きいです。デビューの時すぐにさせていただいた場所でも2倍3倍もうそれ以上の皆さんが
くさん来てくださって、デビューの時から応援してくださってる皆さんのことも忘れずに、これからも一生懸命頑張んなねなって、もう本当に毎回涙ぐみます、はい、あの原田さんはそういうことをおっしゃるかどうか分かりませんけど、はい、代々どんな女性歌手の方が原田さんのアシスタントをしてスターさんになったか聞いてる、はい、石原純子さん、そうそう、水森かおりさん、うん、大石まどかさん、はい、大石まどかさんも、うん、はい、もういろんな方がされてると、そうそう、縁起がいいからね、あの、はい、立ち位置というのはね、皆さん、原田さんすごい一生懸命してくれるし、もう原田さんを踏み台にみんな頑張ってあらーわー、いやいや私はいやそんな踏み台なんて恐れ多いですって言いながらとりあえずちょっと乗ってみました乗りかけている、はい、そうそうそう、踏み台というか、まあ、腰掛けたりとかしてあげたら喜びましたね頑張って、はい、ふるさとさんの愛いを大ヒット曲にしてください、はい、はい、ゲストは工藤彩乃さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。